トベの魅力が広がる、トゥーヒーローズ、からトベファーストスーパーライブー、TVCM メイキングの裏側。3月3日、プライムビデオの公式 SNS アカウントが待望の瞬間を迎え、トベの初ライブ、トゥーヒーローズ、からトベファーストスーパーライブーの TVCM が解禁されました。これに続き、ナンバー、アイ、大東たつき、三宅県のメイキングムービーも一挙に公開され、ファンを喜ばせています。 プライムビデオでは、トベアーティスト総出演の初ライブが、最終日である3月17日に世界独占ライブ配信されることが発表されました。この一大イベントの裏側にスポットを当て、アーティストたちの独自の魅力とイベントの社会的影響を探ってみましょう。メイキングムービーには、撮影中の様子やトベメンバーとの交流、各メンバーのコメントが織り交ぜられています。 岸優太が述べるように、僕たちのこの三人の空気感をお届けできればと思っています。という言葉が、彼らの結束とファンとのつながりを感じさせます。平野潮が口にした、ずっと瞬きしないでほしい。という独特なリクエストや、持ってるポップコーンなりを、ジャンプして部屋に撒いてしまうくらい盛り上げようっていう気持ちはあるので、そこはお気をつけください。というアクティブなコメントは、イベントへの情熱を観客に伝える一端となっています。 大東達は先輩たちから学んだことに触れ、先輩方本当にかっこよくて、カメラの撮られ方だったりとか、たくさん学ばせていただきました。英語の曲とか、現地の方にも評価されるように歌えたら最高ですよね。僕たちの思いを伝えられるよう頑張るので、そこをぜひ見ていただけたらなと思います。と意気込みを語ります。ここでのコメントが、飛べの音楽の幅広さと、グローバルな影響力に焦点を当て、 ファンに新たな期待を抱かせます。三宅健は世界配信に対する期待を示し、世界配信ということで、どんな場所にいてもトべのヒーローズを見られることが醍醐味だと思っているので、もちろん会場に来られる方もいらっしゃると思いますけども、来れない方も配信で同時に見てもらえるということが、僕としてもとても嬉しく思っております。と述べています。これにより、トべの音楽が国境を越え、 様々な場所で楽しまれることへの期待が高まります。この注目すべきライブは、プライムビデオでの6000ライブ配信が決定しており、トベアーティストたちの情熱とエネルギーを世界中のファンが同時に感じることができます。ライブまでの期待感は高まるばかりで、3月17日の17時30分からの生配信には、ぜひ注目してください。 ファンの声も熱いもので、現地参戦とアマプラでのライブ鑑賞にワクワクしていることが伝わってきます。アーティストへの感謝と期待が、このイベントをより特別なものにしています。ライブまで、アーティストの方々や参戦される皆様、体調に気をつけて楽しんでくださいね。この特別な瞬間、ドームでの臨場感とともに、アマプラを通じて見ることができる17日の生配信では、アーティストたちの細かな動きや表情、 そしておそらくは汗まで感じることができるでしょう。本当にワクワクとドキドキが止まらない瞬間に備えてください。